はい、どうも、芹沢俊平と申します。今回ね、レーティングバトルの潜ってやったんですけど、ちょっとパソコンが途中でなんかフリーズしてしまったんで、ウルトラサンムーンの中にあるバトルビデオでいい試合が撮れたんで紹介していきます。まずお相手、ここ、トンボ返りを押してきたんですね。僕のラプラスの氷技を嫌って、でウルガモスを投げてきた。でウルガモスの冷凍ビームあんま入らないですね。ここで蝶の舞を積んできたんですよ。相手はものすごい蝶の舞だ。こう特攻、特防、素早さが上がる。でここで雷を当てていく。僕に命中不安定技なんてないですから、70% を 100% で当てる男。でギガドレーン、ね、僕のラプラス HD 直帰型なんでもうこんな入らないんですよ。で雷を2連発で当てて、ここで麻痺を引くんですね。麻痺を引いていく。3割で麻痺ですから。でここで僕はラプラスを交換してリザードンを出すと。で相手がやってくるのはギガドレインか蝶の舞なんですよ。でここで蝶の舞を選んでいった。で、普段あんまり昔使ってたんですけど、最近は Y ばっかであんまり使わないんですけど、これはリザードン X で使っていったんですね。でこのニトロチャージ、ニトチャが決まっていく。で相手がしびれて動けない。臆病ですかね、相手のウルガモス。多分最速、こっち意地っ張りなんで純速なんですよ。でニトロチャージ、熱く行こうぜ。で素早さが逆転。で相手は、ウルガモスを引いてランドロスを出してくる。で威嚇が入るんですよ。で僕もう一回、ニトロチャージしました。次に出されるポケモンがスカーフを巻いていた場合、高速アタッカーでスカーフで上から、殴られる可能性があるので、それも考慮してニトチャを2回積む。でもリザードンいんねえなと思ったんで、フレアドライブでここは切りました。フレアドライブで切って、でお相手のポケモンがもうランドロス、ウルガモス、これボロボロの2匹と、あとはサザンドラ、僕の手持ちの、最後エルフーンなんで絶対に負けないんですよ。まあサザンドラはゲップ Z がガタだったら負けちゃうんですけど、初手トンボ返りをやってくるってことは絶対にゲップ Z ガタじゃないなと思ったんで、追い風で素早さを2倍にして相手が岩石封じ。それでもまだエルフーンの方が早いですね。ちなみにこのエルフーン、変態型のエルフーンでして、普通 HP と素早さに振るんですけど、HB ベースです。ガブリアスの毒好きを確定で耐えるために HB ベースの変態型エルフーンですね。でここでサザンドラが出てきた。でムーンフォースを打ちます。でこれトンボ返りで逃げたとしても、後ろの、ウルガモスを倒せると。半減とは言ってもね、もうこれほどしか HP 残ってないし、麻痺してるし、もうこれはエルフーンで倒せるなと思ったんでムーンフォース打ちました。でサザンドラで、エルフーンを倒すとしたら毒 Z しかないんですよ。でもトンボ返りを選択してこっちの交換読みを読んできたっていうことはないんですね。で悪の波動で、これめっちゃ入るなと思ったら、これ急所だったんですね。実はなんだよそれと思いながら、ムーンフォース打ちました。あそこでひるんでたらちょっと分かんなかった、危なかったですね。で対戦ありがとうございました。いやポケモンっていうのは本当にね、分からないですね。今日レート6戦潜って3勝3敗で、勝った試合で絶対にその切断してくるやつが絶対出てくるんですよ、1日に1人は。本当そういう意味で僕ニックネーム女の子切断しね4ねっていう
いう名前をつけたんですね。まあ切断してくる。で、あのもう一試合、この試合も結構いい試合なんですよ。ぜひ、こちらの試合ダイジェストでどうぞご覧ください。実況は私、カオスマイスター辻義成と申します。さあまずは切断しね側エルフンを出していった。お相手はリザードン。ものすごいタイプ相性の悪さ。いきなりリザードン Y が出てきた。さあこのリザードン Y が何をどんなムーブメントを起こすのか。リザードン Y メガ進化し日照りになりからの、おっとエルフンいたずら心で追い風が発動。素早さが2倍になった。リザードンの大文字が炸裂。これは確定一発だ。ものすごい、まるでスコット・ノートンの潮流ボムかのごとく一発で沈めていった。さあ素早さが2倍になったところで、このラムパルド、メスであります。このランパルド、ニックネームはデヴィ夫人。追い風、さあリザードンを引っ込めてラティアスを出してくる。がしかしこのランパルドのモロハの頭突き、藤原組長のごとくモロハの頭突きを出していった。ゴツゴツゲットメットでダメージを受けて、さらにモロハの頭突きの反動がものすごい入る。そうこのランパルド、今回はスカーフではなくこだわり鉢巻きを持たせて攻撃力は 1.5 倍、さらに威力150のモロハの頭突き、威嚇なんか入れてもこの藤原組長のモロハの頭突きで、ランドロスも角一と、威嚇なんか関係ねえというばかりに。だが、天山広吉のごとく頭を打ち続けたので、額が割れて、ここでラムパルドは、瀕死となり試合終了と。さあ残されたのはカプテテフ。このカプテテフ、サンムーン時代で、カオスマイスター芹沢俊平が厳選しました。再びフィールドに出てきたのはお相手のメガリザードン Y だ。さあどうするのか。まだ追い風の効果が残っているから Z 技が発動。ここでフィニッシュホールドの、カプテテフのフィニッシュホールド Z 技であります。マキシマムサイブレイカーが火を吹いた。これでピンホールは取れるんでしょうか。ものすごい必殺技でメガリザードンを沈め、ここでピンホール、しかもいらない急所にまで当たるという、いやこれはものすごい試合でしたね。横にあのマサ斎藤さんがいたら、うん、これはすごくいいです、すごくいいです、橋本の蹴りは重い、一方あの高田の蹴りはサープな蹴りなんですって言ってると思いますね。この試合をね、ぜひちゃんとした形で見せたかったんですけど、パソコンがなんかもうフリーズしてギブアップですって言ってたんで、ちょっとこんな今回ね、バトルビデオというくだらない映像で、皆さんにお届けすることを本当に申し訳なく思っております。最後に後語りとしてですね、今日私山岡屋というラーメン屋に行きまして、久しぶりに醤油つけ麺という世界で一番うまいつけ麺を食べたんですよ。しょっぱくて濃厚で、しょっぱくて酸っぱくて濃厚で、麺がもちもちしてて太くてすごい匂いが臭いつけ麺なんですけど、ぜひ皆さんもね、山岡屋に行ったら醤油つけ麺、山岡屋の醤油つけ麺を食べてみてください。それではご視聴ありがとうございました。アディオス。